奥に力があるわ。でも見張りがいるけどどうする？最小限で済むなら面倒でもやるしかねえだろ。行くぞアリ。うん、フェアリーク。貴重な機会だ。どなたが相手かしら。ヘイ、やり払え。行くぜ。覚悟しな。ちょまけ。詳細データを。タイガ、どなたが相手かしら。どうしよっかな。あいっと、さてと、まだ行くよ。タイガ、当たれ。なめんなよ。どなたが相手かしら。力が溢れる。まあ、当然の。これでデータが取りやすく。またこの匂い。あった、ファング、あれよ。待ちな。てめえ何者だ。やれやれ、見つかっちまったか。何者だって聞いてんだ。耳がついてねえのかよ。一度お前を倒した者だ。いいか、予言してやる。戦えば必ずお前は俺に負ける。素直に改心してフューリーを渡せ。ちょっとかっこいいですわ、ファンクさん。そうか。ついでにもう一つ予言しよう。いずれ俺はこの世に平和をもたらし、大英雄と呼ばれるであろう。そしてみんなからどっさり水着物をされ、ウーハウハよ。それが本心ですのね。なんて汚い。冗談だ。女もいるじゃねえか。俺が勝ったら女どもはいただくぜ。好きにしろ。ちょっとファングさん、そんな大事なこと勝手に決められては困ります。私の命もヒューリーも私のものですわ。俺が負けるわけねえだろ。今この時から天下無双と書いてファングと読め。黙ってないで、このお調子者にガツンと言ってやってください。私は構わない。ファング君を何とかできる子だよ。私には分かる。私もいいよ。私の命はとっくにファングに預けてあるから。なんですの、この流れは。私が悪者みたいですわ。仕方ありません、私も預けます。頑張ってください、ファングさん。もう任せとけ。お前らはザクを頼む。行くぞアリ。オッケー、ファング。出ろ、来い、エアライズ。殺せ。
いぞ。なんなら本当に食ってやろうか。まだだまだだ。泣け叫べ苦しめ。血だ血だ血の雨だ。ダイマこれを使え。すまねえ。サンキュー。残念だが血の雨は降らねえんだよ。今日も明日も快晴だぜ。とと片付ける。いや、俺はもう戦わない。んなことよりお前、
俺の仲間になれ。仲間？ああそうだ、仲間だ。こんな俺にそんなことを言ってくれたのは初めてだ。いいのか、こんな俺で。ああ、いいよ。ちょっと待った、ファング君、いくらなんでも人が良すぎないかい？さっきの処理場見たろ。そうですわ、私も絶対反対です、こんな獣みたいな男ですよね、アリーさん。野良犬だって3日飼えば恩を忘れないって言うし。3日だって嫌です。好きだらけだぜ。旦那、危ない！カルト、裏切るのかよ。裏切りとは違う、報いや。あんたは人の心を知らん獣や。ワルはずっと待っとったんや、この時を。カルト、てめえが俺を殺すのか、俺が殺すのか。ありがとう、ダンマ。なんでワイの名前を知っとるんや。そうか、ダンマとワイは運命の絆で結ばれているんやな。関東や。これで分かったろ、世の中にはな、根っからの悪ってもんもいるんだ。やりきれねえけどね。知ってるよ、そのぐらい。でもかけてみたかった、どんなに望みが薄くても。信じる心がなければ運命は変えられない。だから俺は、さすが旦那や。もうワイは猛烈に感動したね。旦那、ワイはこれから。ああ、分かってる、一緒に来い。お前は俺たちの仲間だ。こんなところで何してるの、ファング。もうすぐご飯だよ。いらない。嘘、ファングがご飯いらないなんて、病気？うるせえな、ほっといてくれ。分かってるよ、ザンクのことで落ち込んでるんでしょ。別に。いいじゃない、ファングは人の気持ちにかけたんでしょ。負けたっていいじゃない、何度でもかけてみれば、そのうちきっと勝てるよ。今日の夕食はバハスのスペシャルビーフシチューだってさ。本当にいらないの？いる。お初にお目にかかります、シャルマン様ですね。ここいらではナンバーワン凄腕フェンサーと名高いシャルマン様ですよね。大声を出さなくとも聞こえてますよ。僕に何用でしょう。失敬、私はドルファホールディングスのエージェントパイガと申します。実はあなたをドルファの幹部としてスカウトに来ました。単刀直入に言いますと、君の力を貸してください。どうかどうか断らないで、ボーナスがもらえなくなる。ああ、本音を言っちゃった。本音と建前を使い分けられないの、いい大人のくせに。ザンクがやられちゃって、会社に納品予定のフューリーまで取られちゃってさ。